皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカー2やっていきましょう。ちょっとね、お腹がめちゃくちゃ満腹なんだよね。しゃぶしゃぶ食べ放題を100人前ぐらい食べてきました。今日からダイエットします。超爽快パン祭りスピードラン。これで走れば多分3キロ痩せる。3キロ痩せるために走るぞ。走るぜ、走れイベリコ豚をいっぱい食べてきたのだ。ほっほっで、ほっしゃしゃ、3キロまであとちょっと。ほっピンキッククン。しいいんじゃない、いいんじゃない。あっむむむ、イベリコ豚ってね、どんぐりを餌にして食べてるんだよ。知ってた。んで、ほやーし、いいですね。押してで、ここがさ、大丈夫、私のお腹は。危ねえ危ねえ、つい歌に合わせて歌っちまうところだったわ。四段バラぐらいだけどな、本当は。四段バラってすごくない？はい、想像してみてくれ。私のお腹は四段バラ。はい、聞いたことないだろう。はい、いざいざいざ、てて、て、目指せ目標三段バラ。よし、キャッキャッ、ダッシュ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 で戻るのね。戻る。はぁ、あのにー、てててて、て、はい、せん、んにゃ、おー、入れた。よし、入る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 、抱こうか。ほいでほいでほいでよ、これはわかんねーよ。これはいくら四段バラでもわかんねーよ。投げろ。で、すぐジャンプでいい。すぐ。はっ、ばっ、ほっ、はい、投げろ。すぐで、たい、あちゃう、あちゃう、あちゃう、入る。これは投げるのかしら。あ、投げちゃった。もういっか、もういっか。ほっ、ほっ、ほっ、いやー、やったー。クッパは何段バラの？ 1,2,3,4,5 5段バラぐらいあったぞ。クッパには負けたから大丈夫。はい、続いてはいたずらスクロールのお屋敷遊ぼう。カスタムスクロールを使ったお遊び。テレサ出てくるな、きっと。あ、下行くの？下行くスクロール、なにこれ。横行くの？面白い。チビチビチビ。あ、これもしかしてこれ下と同じあれだ。ひっひっひっ、全ては分かったぞ。私はもうこんな短時間にして、私はもう下を見てればいいってことだね。こうでしょ。で、ここら辺でいいか。ここで待ってよ。行くのを待って通過。で、で、で、この、ここにもどこある？あ、あの赤に入れってことかな？じゃあここ入りますか？入りました。なるほど、ふむふむ。これは？あ、これ使うのか。おお、なるほど、危ね、危く死ぬとこだったぜ。危ね危ね、ボーナスステージなのに死ぬとかはありえん。でも大丈夫か？びっくりすぎて無言になってまった。あ、でもこれ落ちても大丈夫だけど、せっかくならコイン取りたいね。早いですよ、動きが早いですよ。っしゃー、ナイスナイス。面白いね、これこれだけのコースやりたい。さあ、中間ゲットで。今度は？こういうこと？え、見えないの？やめて。じゃ、下が亀同じ。くるくるくる。下が亀同じ感じで。くるくるくる！ほれー！で、これはまあ、トゲちゃんは若干見えてるか。あ、ちくわだからね。ちくわが落ちちゃわないようにね。ひょっ！よし。くれ！あー！見えてんのにー！ただ単に踏み外した。ただそれだけです。これは、ま、これはまあ普通にコインのあそこ行けば。あ、待って、横もある、横動きあるで。はっ、し、次も横。はっ、は、次は、次は地面や、次は地面。はっ、
で、トゲちゃんで、ちょっと待って。今だ。しゃー。取れた、取れた。あれは何入っていいの？あ、これ最初のとこじゃん。おー。なるほど。ひっ。え？っていうことはさ、ってことはさ、ベストタイムめっちゃ早いんじゃない？ほら、5秒。ってことはさ、この上行ったら、もうゴールできるんじゃない？ほら、ここのさ、上。入った、ほら。できた！やっぱこうなってんのか。すごい仕掛けだね、これね。はい、続いては、タスジャンアリスピラン20秒やっていきましょう。タスジャンか。タスジャンを、あや、めっちゃ風吹いとる。木枯らし一番やな。ふう、あぶね。わー、木が、イエーイ、ピューできたできた。ピンクコイン取れてないけど。あにゃ、ピンク取って、よし、ちょ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 、最速を目指す。最速を目指す。えい、21秒。最速を目指す。はっ。よし、21秒のまま。最速を目指す。追い風ジャンプ。キー。これはパウなんかするのかと。あ、こっからこっからパウって向かい風パウ。くっとくっと。うわー。いいかぞ。パウの力。ぶっ。で、で、時間はある。ここ気をつけて。うって。ここやりやすい。ここやりやすい。で、こっちがなんなんなんてて。気をつけてー。こい。よし。やゆえ。あ、できた。気持ち的にすごい力が入る。よっしゃ、一番乗り。いいね。はい、続いては、カメラを止めるな。なんか映画であったね。Y ボタンは押さないって書いてある。Y ボタン押すとじゃあ、なんか起きちゃうのかな。撮影は終わるって書いてある。なんだっけ、映画にあったよね。カメラを止めるなって。よし、とりあえず、Y ボタンは押さない。あ、この亀二人がアクター、女優さんね。あ、これカメラ、カメラや。わしゃカメラマンや。え、Y ボタン押しちゃいけないの？一回行ってみようか。押す、ダメってこと？ん？何も起こらん。あ、ここでやっちゃダメってことか。ここで Y ボタンを押したらいけない。ここでもうじゃカメラを止めずに二人の女優を撮り続ける。二人の女優が歩いている。なんとも美しい姿です。そう、そのまま歩いて歩いて。うわー、殺された。何？何が起きた？後ろには撃って平気。歩幅が平均的なリズムを刻んでいる。いいよ、エキストラの方入ります。わしはジャンプ。女優が一人死んでもうたやないかい。いいのか。ゾンビ？ゾンビ？ゾンビ映画？待って、なんか来る、なんか来る。うー、生き返った。生き返った。そして近づいている。さっきより近づいている。そういう映画か。ゾンビが近づいてんのか。あお。今ちょっとコメント読もうとしたら、私はでもカメラマンになれるんだね。で、こいつゾンビか。こいつらあの女の子を襲うゾンビ。あ、そういうことで逃げ切れた。私が、まあ、逃げ切れたってことか。ゾンビから女の子は。そういうことね。ゾンビからゾンビ映画や。ホッパー97体集めたらビームチャージし始めたんだが、ホッパーを97体以上倒してからゴール。ビームチャージってなんや。とりあえずあそこに97体。ん、重いな。ほんで、ほんで集まった。あ、ビームチャージ、あそこにビームが溜まってるってこと。溜まってます。これで倒した。めっちゃやられんじゃない。怖い怖い怖い。スタートってからにするわ。無敵になって取れないんだよ。んで、
ビームチャージしてるからな、すごい威力だぞ。ふぅ、あんにゃツタが切れちまうだろうが、あんにゃ、あいや、ちょっと誰かここを崩してくれ。やらせてくれ。これを一発で仕留めなければ無敵が切れてまう。どうや、わしの胸で死んでいったホッパーたち。これちょっとスター島内でやってみたらどうなるか見てみます。どうなんだろう。おりゃー、ビーム、ちょ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 、大ファンに囲まれた。ファンに囲まれたぜ。そんでスターも蝕まれていく。スターを蝕んだホッパーたちであった。続いては全力で駆け抜けろ70秒のスピードランやっていきましょう。10コインをすべて取ってからゴール。駆け抜けろ。これは線が迷路のような線が叩き出されております。この線を意識しすぎている。この線は見えてないことにする。いちょ、線が気になるやないかい。こっちからね、一応ね。はい、ありがとう。パウでだいたい叩き殺せる。はい、これは押して、こうやって入る。線が本当に気になってしょうが、急になくなった。これはかぶってブルルって落ちてくるよね、あれね。こんな感じでしょうか。こっからまた線ができてきました。はい、でこうして、あー、ゴールだ。線が導いてる。チャキン、36秒。でさ、ここさ、もう下行くのはどうかしら。取って、すごいことに気づいた。ぐはははははは、は、まいったか。ね、結構あれなので、待って、ピッピッピノ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 ノノ、ん、アドッションがやってくれる系。頼んだ。だがしかし、え、なっ、びっくりした、怖かった。1秒、1秒、無理、だいぶ無理。ここが怖いと。はい、入る。22秒、入る。21秒、なんだっけ。で、鍵取り行くのか。鍵取り行きます。オンフ解除して、で下行って、これはもう余裕や。多分ね、入ったらすぐゴール。うむ、やったー、一番乗り。はい、それでは今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。クラコロ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 、熱熱クラコロ、ホクホク、クラコロ食べてきました。いらん、いらん、この報告いらんとは思いますが、一応ね、冬といえばクラコロ、美味しかったです。それではまた明日、アスカでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。おすすめの動画はこちらです。